こんにちは。どうせ改善アカデミーの須永です。今回は女子サッカー選手のアジリティ向上トレーニングです。インカレ出場チームのフォワードなんですが、味方のパスに追いつけないシーンが出てしまうという悔しい思いを払拭するために来ていただきました。その思いに応えられるようですね、しっかりサポートしていきたいと思います。では、早速、やっていきましょう。これはまずアジリティ能力のチェックですね。片足でジャンプしてすぐに隣に移動すると、これを間髪入れて動けるかどうかのチェックです。丸2のスクエアステップです。これに関しても同様ですね、4つのコーンの移動をどれだけ間髪入れてすぐに動けるかっていうのをチェックしてます。丸1のジャンプ&ステップは一瞬で出せるスピードのなさ、そして2番目のスクエアステップは動きの切り替えの時のキレがちょっとないようなのが目立ってしまいます。逆にここが伸びしろなわけですね。それが変わるようなトレーニングをちょっとこれからやっていければ悩みも解決していくと思います。次、丸3の1本バーのゲッター、これはトレーニングというよりはこれもチェックに近いです。歩き方のチェックですね。どれだけ力まずに楽に動けてるかのチェックです。ただ1本しかないんでふらつくのが当たり前と思われがちですけど、これ普段の立ち方をどれだけごまかしてるかを引っ張り出してるわけです。4の、バックロール、これは、背骨を柔らかく一個一個関節を動かすように動かすためのトレーニングですね。体が緊張してるとアジリティ能力は落ちてしまうんです。ちょっと丸まって伸ばしての動きは硬くなってしまってるんで、このトレーニングで動かしていってます。5の、ワンレッグウォールプッシュですね。これは片足で壁を押しながらその力をゆっくり、股関節、骨盤、背骨と通しながら床を押す練習です。この床を押す力が力まずにそのままスーッと力を通せるかが大事です。6の仙骨ムーブですね。これは仙骨で体を支える感覚を養うためのトレーニングです。反った状態で倒れて反った状態で戻るっていう動きができればバッチリなんですが、この選手ね、今回初っ端からうまくいってるんですよ。素晴らしいです。ただ、さらに言うと、これが床まで行って戻ってこれるとさらにアジリティ能力上がるようになると思います。次、丸7の胸骨ムーブ。これは胸骨を中心に、上半身を、前後左右に動かして、要は上半身のしなやかさを作るためのトレーニングです。見た感じちょっとゆっくり動いてるなと思われると思うんですが、この選手ね、結構これでもうまくいってる方なんです。皆さんちょっと試してやってみても、結構難しいですよ、これ。ここで8の立ち方チェック。これはトレーニングではなく、チェックですね。立ってる状態で、いかに余計なブレーキがかからずに立ててるかがすごい大事な要素。要は、アジリティ能力っていうのは立ってる時に余計なブレーキがかかってないっていうことがすごい大事になるので、そのための立ってる状態、止まってる状態で力んでないかのチェック。最初ちょっとふらついてますよね。押されたら倒れちゃう。ただちょっと動きを重ねて微調整してるんですけど、最終的にこれほら押したらね、結構しっかりしてくるんですよ。これ大事です。9のまた1本番抜けたですが、この時点での立ち方から、動き方の余計な力みがまた、出てないかをこれでチェックしていきます。重心移動のチェックですが、これは股関節から重心を動かして自分の重さを相手にまっすぐ伝えられてるかどうかのチェックですね。これはまあトレーニングも兼ねてます。この動きが股関節からの重心がうまく動かせてないと、あんまり前に威力が伝わらない、重さが伝わってないので相手を押せないんですよ。これが楽に押す力が発揮できてると重心移動がうまくいってアジリティ能力が向上しやすいよっていうサインにもなります。からの12番歩き方チェックですね。そこの重心移動がしっかり作れてれば、普通に歩いてる、特に意識なく歩いてる状態でも後ろから掴まれたところで特に止まることなく、止められることなく進めるよっていうことですね。それだけ重心がしっかり前に進んでるってことは強い。で、その強さが出れば速さにもつながります。次は安定した立ち方、歩き方をさらに走りの方につなげるための力を出すですね。中心から動きを引き出すためのトレーニングになるんですが、股関節から中心から力を引き出すための動きをトレーニングしてます。特に今ジャンプですね。股関節から中心から飛ぶでジャンプすることがまず走る前の段階のトレーニングです。上に飛ぶようになったら今度前に進めるようになるので、まず中心からジャンプするっていう練習ですね。そこから今度14番の、重心移動を作る、地面を踏んで横に移動するっていう動きをそのまま相手を押す力に還元できると考えれば、僕は結構重い75キロあるところを素直に自分の体がグッと進めさせられてれば楽に押せるようになるっていうトレーニングです。最後に、最初にチェックした2つの項目の再チェックですね。これビフォーアフター全然違うの分かりますかね。最初にお伝えした一瞬の出力、そして切り替えの時の動きのキレがすごい出てると思います。
これだけね変わってくれると本当選手頑張ってくれたなと思いますね。これ正直もう半日もやってないですからね、本当にこの選手すごい頑張ってくれました。こんな感じでトレーニングやってきましたが、ビフォーアフター確認して皆さんどう思いました？結構変わってましたよね。もちろん絶対値はもっともっと上げてった方がいいと思います。ただ今回最初の時点からどれだけ成長できてるかっていうの方が大事です。足の速さとかそのアジリティ能力っていうのはどうしても才能として片付けられやすいんですが、そんなこと絶対ないですよ。しっかりトレーニング次第でもう変えられます。動きは絶対変えられます。なので皆さんもこういったことで悩んでるよってことがあればですね、ぜひコメント欄から教えてください。変えられると思いますよ。じゃあ今回はこんな感じでありがとうございました。